はい、実況させてもらってますシロックマンです。よろしくお願いします。今日はこのファミコンのですね、計算ゲームですね、学習用ソフトですけどね、計算ゲーム算数3年というね、こちらをやっていきたいと思います。このゲームね、実は算数1年から6年までね、6本出てんですよ。そのうちの1本ね、1本ですけどこれね、3年生用ですけど、1年生、2年生、3年生、4年生、5年生、6年生まで出てます、これね。はい。確かね、1年と2年と3年と4年と5、6年とか、そんなんじゃなかったかな、確か。そういう感じで出た時がするんですよね、このゲームね。はい。東京書籍ね。はい。うわ、でもこれ、めっちゃ苦手やな、俺。割り算と掛け算苦手なんですよ。めっちゃ。これどういうあれかな、コース、一人でやる、二人でやる、あーこういう感じか、こういう感じなんや。あーなるほどね。ちょっと待って、これは、あーなるほど、それぞれ違うわけや。あ、これはアクションゲームみたいになってんね、これ。これどういうこと？これ何したらいいの？あ、ゼロ。ゼロ七。ゼロ七。五？ゼロ七五？八？で、これ何したらいいの？これ。何したらいいの？これ。え？何をしたらいいかな？ちょっとわかんない、意味が。意味がわかんない、これ。これ、コース2って何やろうな、どんなんやろうな。42÷10。わ、これわかんないわ。全然わかんない、これ。1。67。あ、わかんない。これもわかんない。あ、掛け算と割れ算はちょっと全然ダメですね。わかんないわ。これは掛け算。掛け算。これどうしたらいいんやろ。これ。あ、当たったら死ぬんや、これ。そうか。これどうしたらいいんや。これジャンプしたら避けるわけや。アクションゲームになってんだ、これ。で、どうしたらいいの？どうやってこれ数字選ぶんや。あ、飛ぶわけや、これ。あ、そういうことか。あらら。これ、5×7 ってこと？ん？例えばこれ、取ろう思ったら、取ろう思ったらこうやって取れるわけ。こういうことか。5やったんや、あれ。ちょ、答え教えてくれるんやね、これ。間違えてもね。これ、難しい。ちょっとね、数字のでかい掛け算僕できないんですよ。わかんないんですよ。割り算は、割り算も難しいよなぁ。わかんないわ。これもわかんないわ。意味わかんないわ。これはどんなんやった？こっち 2はどんなんや？ 2 は。これどうすんの？これ。これ8。あれ、ジャンプできるの？何これ。ジャンプして避けるのね、これ。どうしたらいいの、これ。あ、当たったら死ぬよね。ああ、なるほど。あの横に数字が出てるけど、あれの答えを探せってことか。あ、これわかんないわ。これもわかんない。掛け算と割り算はちょっと無理ですね。これさっきのやつやね。さっきのやつやな、これ。掛け算の方がまだマシかな、どっちかって言ったら。が、22÷9×9。22×。うわぁ、わからんわ。わからんな、これ。これダメだわ。足し算と引き算しか僕できないんですよね。これは難しい。こんなんね。これ。
これどうすんのこれ。これ、あ、当たったらあかんねんな、これ。10÷3、わかんないわ。わかんない。33は、あ、もうこれも余計わかんないわ、こんなの。もうわかんないです。あ、これ全然ダメですね。もう全部わからないです、このゲーム。これはちょっとね、予想外にもちょっと難しいわ。これはね、もう、僕には無理なゲームです、これは。はい。じゃあこれでね、終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。